遺産整理工学の1回目の授業を始めていきます。今日は数え上げの基礎という話の中で二項係数と二項定理を扱っていきます。今日の目標はこちらですね。この2つの階乗と二項係数という数を扱えるようになるということです。で、この扱えるっていうのはどういうことかというと、まずはですね、この簡単な超解と化解っていうのを紹介します。あ、これ化解と読むんですけども、行きましょうかね。化解。化解と読むんですけども、まあ、これが、重要な視点なので、これを、紹介します。でですね、まあ、最後に、二項定理というのを、皆さんご存知だと思いますけども、これも、もう一度紹介して、これをうまく使えるようになるということが目標です。それとですね、この中で、まあ、今日の話の中でですね、この組み合わせ的解釈っていう話が何度か出てきます。で、特に、まあ、前端者による証明とか、二重の数え上げによる証明という視点、とか、まあ、考え方っていうのを身につけるということが今日の目標になります。はい。ではですね、会場から始めていきます。で、まあ、今日のメインテーマはこの二項係数なんですけども、二項係数の定義の中で会場っていうのがありますし、まあ、それをやっていく中で、それというのはその二項係数をやっていく中で、まず、まあ、会場を扱うと、まあ、考えやすい部分もあるので、それをまずご紹介します。はい。まず、まあ、会場って皆さんご存知だと思いますけども、まあ、こんな感じで定義されます。自然数、N の階乗というのは、ここで定義されるような自然数のことです。はい。でですね、まあ、この講義、まあ、離散数理工学では、まあ、自然数といったら0以上の整数を表すということにしていきます。数学の中のですね、部分分野においては、よっては、1以上の整数のことを自然数と呼ぶということもありますけども、まあ、今日というか、この授業では0以上の整数のことを自然数と呼ぶということは、いうことにします。ただしですね、この書き方は、なんか、ちょっと曖昧な部分があって、まあ、今後ですね、例えばなんか自然数、N3 以上に対してとか、だからこういうふうに書くことも、あるかもしれません。で、これはですね、私はその3以上の整数を自然数だと思ってるっていう意味ではなくて、自然数の中で、N として3以上のものだけを考えるって、そういうような意味合いで、こういう書き方をしますので、ちょっとですね、あそこは誤解のないようにしてください。だから、ここもどういう意味かというと、まあ、自然数 N を考えるんだけども、その N は0以上でいいですよ、という意味だと思ってください。はい。0以上の自然数に対して、考えると。で、階乗はこう定義されますよということになります。で、これはどういうことかというと、定義はどういうことかというと、まずこの N のこのびっくりマークという記号で階乗を表すということですね。で、それが右辺の量で定義されるということになります。で、これは何かというと、まあ、N、N-1、点点点1という、すべてをこの掛け合わせた形で定義されると。まあ、この例がありますね。で、まあ、例えば4の階乗といったら、4、3、2、1をすべて掛けたもので、まあ、24になると。まあ、同じように、例えばその5の階乗っていうのを考えたら、これは5、4、3、2、1をかけて、まあ、これを120かな。で、こういう形になるということになるわけですね。はい。でですね、ちょっとこれはですね、まあ、定義なんですけども、ちょっと問題があって、問題ってのはこれ曖昧なんですね。曖昧。問題って。で、どこが曖昧かっていうと、ちょっと待ってください。問題って言いますね。問題って、曖昧。で、どこが曖昧かっていうと、ここですね。点点点ですね。今なんかこの N-1、点点点1って言ってるんで、まあここなんか、この考えてる数は一つずつ小さくなっていくのかなっていうふうに思うかもしれませんけども、もしかしたら人によっては、なんか N-1、N-3、N-6ってなんかその自分の中のルールでですね、なんかこういうふうに続いていくっていうふうに思う人もいるかもしれないし、もしかしたらなんか N-1、N+1 とか、こんな風にですね。なんかこんな風に思う人もいるかもしれない。まあちょっとあんまりそういう風に思うしかないんですけども、まあ思う人もいるかもしれないわけですよね。ってことはですね、まあこれ曖昧なわけです。だから、まあこういう人の曖昧さはですね、なくこういうものは定義するべきですし、まあ定義したいわけです。ということを考えると、まあこの点点点ってやっぱりこう使いたくないわけですね。で、そういうことをまあじゃあ使わずに定義できますかと言われると、まあ、そこでですね、我々、次のページでやるのは、いわゆる再帰的な定義というものです。再帰的な定義ですね。で、再帰的な定義っていうのは、まあ、非常に重要な考え方なので、ここでまず、まあ、ご紹介すると。で、それを使って階乗を定義するとどうなるかというと、こういうふうになりまして、これ何かというと、まあ、N の階乗っていうのは、
まあ、N が0の時には1なんだけども、そうじゃない1以上の時にはこうやって定義されますよと。で、それは N-1 の階乗っていうものを使って定義されます。で、それに N をかけて定義されますということです。だからですね、N の階乗の定義の中に、その N-1 の階乗っていうその階乗の定義の中にまた階乗が使われているっていう、まあそういう形になっているわけですね。ただし、その中で出てくるこの N っていうのが右辺においては一つ小さくなっているので、まあ、それを使ってちゃんと定義されますよということになります。で、それがですね、どんな形で実際に、計算できるのか見てみましょう。あ、すいません。で、どういう形で計算できるのかというのを見てくるんですけども、例えばですね、これですね。じゃあ3の階乗を見てみましょうと。で、そうすると3の階乗は、ここの定義によると、3×2 の階乗になります。3級の階乗。で、じゃあ、この2の階乗って何でしょうって、これまだ我々これ知らないわけです。で、それはですね、じゃあ2の階乗の計算をしてみましょうとなるわけです。じゃあ2の階乗は何でしょうってことを問われたら、それは、この定義からですね、2×1 の階乗ですという形になります。ちょっと色変えようかな。あ、変わらなかった。すいません。2の階乗は何ですかと言われたら、それは 2×1 の階乗になるんです。じゃあ1の階乗は何ですかと言われたら、それはまたここの定義から、1×0 の階乗になるんですね。じゃあ0の階乗なんでしょうって言われたら、これはここで定義されていて、これ1になるということがわかるわけです。ですね。で、そうすると、それが分かった段階で1の階乗は実は 1×1 でしたということが分かって1だとわかると。で、そうすると1の階乗が1だとわかるから、2の階乗も 2×1 で2だとわかる。で、そうすると2の階乗が2だとわかるから、3の階乗は6だとわかると。まあ、こういう形になるということですね。で、これによって3の階乗もわかりますよということになります。いいですかね。まあ、そういう形で、まあ、この n が小さい方の値からですね、まあ、こう順番に計算していけば、その n の階乗っていうのが順次決まっていくと。再帰的に決まっていくという形になるわけです。いいですかね。で、こうすると、まあ、これはそのまあ曖昧さがなく、定義されているということになるわけですね。いいでしょうか。そうするとですね、これさっき言ったように、これ自然数なんですね。自然数。ってことは、何、ここで身につけていただきたい、視点の一つは、自然数っていうのは何かを数えてるってことです。何かをです。何か、って感じでしょうか。何かを数えている。何かを数えている。だから皆さんは、なんかこの自然数とかですね、自然数の数列、自然数列とかっていうのを見たときに、それが何を数えているのかってことを、ちょっと考えてほしいわけですね。で、階乗の場合は、これ何を数えているのかってことは、まあよく知られてるし、皆さんもご存知だとは思うんです。で、例えばですね、それはこんな感じで、言えます。何かというと、N の階乗っていうのは、区別できる N 個のものを一列に並べる方法の総数です、ということになります。で、まあ、こういう、考え方を称して、まあ、階乗の組み合わせ的解釈と、その組み合わせ、何を数えているのかという形で、この数列を解釈すると。ということになります。はい。で、まあ、ここ例がありますけども、n が4の時には先ほど計算したように、4の階乗っていうのは24だったわけですけども、それは1、2、3、4という、4つの区別できるものをこう1列に並べる方法。まあ、順列ということもあるかもしれませんけどね。それを全部、書いた時に出てくる総数を表すということになるわけです。で、こういうふうにですね、自然数が出てきたら、それが何を数えるのかってことを考える。あるいはですね、自然数同士のなんか関係を表すような等式があったら、それをですね、このような、この組み合わせ的な解釈を通して理解するっていうのは非常に重要で、これをまあ今日は割と突き詰めていこうかなっていうふうに思っているということになります。はい。でですね、ちょっと戻るんですけども、今ですね、じゃあこの何か数えてるっていうのはまあ重要なんですけども、ちょっと今からお話されるから上に置いときます。で、それでですね、今、例えばですね、N の階乗を何か数えてるってことはまあ言ったんですけども、例えばですね、N の階乗と2の N 乗の増加スピードはどちらが速いですかとかって、まあ、こういうちょっと問題を考えてみましょう。まあ、なんか増加スピードってちょっとちゃんと定義してませんけども、なんか例えばいわゆるオーダーで言うとどちらの方が大きいかとかですね、まあ、そういうことを
思い浮かべてほしいんですけども、でそうするとですね、これはなかなか、まあ、これを見ただけでですね、定義を見ただけで分かるかと言われるとですね、もしかしたら分からないかもしれないわけですね。うん、ということですね。で、そうするとですね、まあ、オーダーは、どちらが大きいかと。こんな感じですね。で、そういうことを、調べようと思うと、この、その、そもそもこの N の階乗っていうもの自体のその増加スピードをですね、まあ、知りたいってことは、まあ、よくあるわけです。例えば、その、皆さんがなんかプログラムを作るとかですね、アルゴリズムを作るとかってことをしたときに、なんかその中で反復があると。で、その反復の回数が、なんか一方は N の階乗回反復をして、もう一方は中2の N 乗回反復をするとしますよね。で、そうしたときに、その二つを見てですね、その二つのプログラムを実行せずに、どちらが早いでしょうとか、どちらが効率がいいでしょうとかってことを、その実行せずに判断しようと思ったら、まあ、こういう問いにですね、答えられるといいわけですね。まあ、そう思うと、この A の階乗って、この定義から、そのどんなものの増加スピードなのかってわかるといいんですけども、まあ、そういうことをですね、教えてくれるのが、この全近公式と呼ばれているものです。で、これはですね、階乗においては、まあ、スターリングの公式と呼ばれているものがありまして、まあ、これ、上の方は、まあ、正式というか、ちゃんとした書き方なんですけども、まあ、この下の方、特にの方だけちょっと、見ることにします。で、これ何を言ってるかっていうと、N の階乗は、もう、ほぼこれですよって言ってます。ほぼこれですよって、このイコールのような記号が何を意味するのかことをちゃんと言わないといけないから、これちゃんと言うとすると、これはどういうことかというと、ちょっと書くとですね、これは、まあ、極限がですね、N を置き換えるときの、この比の極限ですね。2πn と、e 分の n の n 乗と n の階乗。この比がですね、1になりますと。比の極限が1になりますと。こういうことを言っています。1になるとかなかなかそうですね。1になります。はい。つまり、何かというと、だから、増加スピード、この n の階乗の増加の仕方っていうのは n を大きくしていくと、この左辺、右辺のようになりますよっていうふうに言ってるわけですね。まあ、これがスターリングの公式から得られる、結果です。で、この日ですね。この日実際にここで書いていて、この横軸がこれ N です。横軸が N で、縦軸はこの比なんですけども、これ今この一番下のところこれ N になってます。N でこれ 1.0 になってます。1.0 になっていて、まあ、そこにだんだんこう近づいていくっていうのがこうわかるかなというふうに思うわけですね。で、まあ実際に、近づいていってる様はこういうプロットしてみてもわかりますし、数学的にも証明できます。ただですね、これ数学的に証明するのはですね、そんなに簡単ではなくて、まあ複素関数論とかですね、解析学とか微分積分の知識を使って行うことができると。そうですね。でですね、まあ一つメッセージとしてあるのは、こういうその、組み合わせ論とかですね、離散数学の、探求において、そういうその、複素関数論とか解析学の知識がですね、使われることがよくあります。ので、なんかその、皆さん、もしかしたらその、離散数学的なものと、なんか連続数学的なものっていうのはなんか分けて考えていて、それらは全然なんか相入れないんだっていうような気持ちを、抱いているかもしれませんけども、そんなことは全然なくて、この離散数学の中で、こういう連続的な数学っていうのはよく使われます。まあ、よく使われるんですけども、今日ちょっとその話をしていくと、なかなか大変なので、それはしません。で、実際にですね、まあ、このスターリングの公式、いろんな、本では証明されてますけども、ここではそれは、扱わないことにします。はい。で、まずですね、言いたいのは、これによって、このスターリングの公式によって、先ほどの、これですね、この N の階乗と2の N 乗、の増加スピードどちらが速いですかっていう質問にこれで答えられるようになります。でなぜかというと、じゃ例えばですね、この、どうしようかな。N の階乗と2の N 乗の、比を取ってみましょうと。で、そうすると、先ほどのこのスターリングの公式から、この N の階乗っていうのは、まあ、ちょっとこれも、覚えてないと思いますけど、私が覚えてるのを書いちゃうと、まあ、こんな感じで書けるということが、まあ、わかるわけですね。でちょっとこれ整理しましょう。これ整理すると、ルート 2πn があって、これが、2分の n の n と。こんな感じですね。こんな感じになっています。で、そうするとですね、この n 乗のこの括弧の中身、これ見てみると、分子の方は n なので、n を大きくすればどんどん大きくなります。で、分母の方は 2e なので、これ n を大きくしていっても変わりません。変わりません。
ということはですね、この、で、それと N 乗してますから、これ全体はですね、N を大きくしていくと、これ無限大に発散するんですね。うん。ってことは、これ何言ってるかっていうと、この N の階乗と2の N 乗を比べると、N の階乗の方が、オーダーの意味で大きいと。で、まあ実はこれ圧倒的に大きいんですけども、まあ大きいということがわかります。ということでですね、まあこういうような、問いには、このスターリングの公式を使えば答えられるということになります。で、一方でですね、言った通り、この、まあ、証明はそんなに簡単ではないわけですね。で、そう思うとですね、まあ、この同じ結論を導き出すのに、まあ、こんな、その難しいことを使う必要はあるのかということには、ま、なるわけです。ということでですね、それをもう少し簡単にやってみましょうということを、ここで話します。で、そのためにはですね、こういう、話で十分だということになります。何かというと、まあ、実用上、次のような粗い評価で十分なことも多いと。先ほどのですね、スターリングの公式もう一回書いてみると、N の階乗はだいたい 2πL の平方根を E 分の L の N 乗で、にかけたもの。こういうふうに言ったんですけども、これスターリングですね。ですけども、まあ、これは、まあ、だいたいこれ等しいですよと、オーダーの意味で等しいですよっていうふうに言ってるんだけども、ここに書いてあるのは何かっていうと、N の階乗を下から押さえる不等式と上から押さえる不等式を書いてるだけです。だからそういう意味で、これに等しいですよとかっていうふうに言うようなことは言わないんだけども、まあ、この上から押さえる、下から押さえるっていうものを与えてると。で、こういうその、押さえるもののことを、まあ、まあ、これ不等式って言いますけども、まあ、それはですね、評価するっていうふうな言い方を数学ではすることがあります。ですね。プログラミングとかではですね、評価するっていうのは、式があって、その中変数に値を入れて、実際にその式の値を求めることを評価するってこともありますけども、まあ、だからそういう意味では評価っていう、日本語というか表現には二つ意味があって、その今言ったみたいな、その中式に値を代入して、式の値を定めることを評価っていうふうに言うこともありますし、こういうふうにある値の、に対して、この、上から押さえる不等式や下から押さえる不等式っていうのを与えることも評価するっていうふうな意味で言ったりします。で、実際ですね、この上から押さえる方の不等式というかこの値のこと、これを上階と言ったりします。で、下から押さえる方の値のことを、まあ、下階と言ったりします。この下階って、これ皆さんよく読めなかったりして、間違ったことを書くといけないんだけども、下階と読むことは、ないようにしてください。ですね、この漢字2文字ですね、この2つの漢字2文字を、まあ、辞書で引いたりすると、辞書で引いたりすると、大体その下界っていう読み方が出てくるんですけども、下界っていう言葉の意味と、下界という言葉の意味は違うんですね。だから、この数学においては、まあ、この下から押さえる値のことは下界と読むので、それは注意して使うようにしてください。まあ、だからなんだろうな、数学の教科書とかですね、本とか、読んで、まあ、この文字を見るだけでは読み方までわかんないんですよね。大抵の場合。ですから、こういうふうにですね、その音声で聞いて、ちゃんとその正しい読み方も理解するっていうのは、そのなんだろう、数学的なコミュニケーションとかを行う上では非常に重要なので、まあ、それは身につけてください。はい。でですね、ちょっとまず、じゃこの不等式があるんですけども、これどういう不等式かってことをまずちゃんと言ってませんね。じゃこれを紹介していきます。これは、この不等式は1以上の任意の自然数に対して成り立つ不等式です。まあ、N が0だとちょっと困っちゃうんで、ちょっと N が0の場合は考えないということにします。でですね、これ何かっていうと、E 分の L の N 乗かける E で下から押さえられる。だからこれはですね、ここの部分ですね、E 分の L の N 乗っていう部分は、これスターリングの公式と同じなんですね。ことと同じなんですね。はい。で、こういう形になっていて、で、まあ、スターリングの公式と比べると、この前についている部分がルート 2πL なのか E なのかっていう間違いがあると。今、こういう感じですね。で、一方でですね、この上階の方を見ると、やっぱり、この同じですね、E 分の L の N 乗、これあります。で、前についている部分が、この場合 EN になっていると。で、そういう意味で言うとですね、この下階と上階はですね、ここに書かれている L の分だけ異なるということになります。うん、はい。で、まあ、そういう上階になっている。わけですね。はい。で、だから、まあ、上階と下階は、この N だけ、違うと。で、スターリングの公式と比べても、まあ、この、まあ、オーダーで言うと、その、このピンクの前に書かれている部分は、ルート N だけ違うという形になってます。はい。
で、今からですね、これ証明していきます。で、先ほど言ったみたいに、スターリングの公式の証明は、なんかその解析学とか微分積分って積分もそうですね、まあ、使ったりすることがあるので、そんなにまあ簡単ではないんですけども、ここからやるのは全て初等的な、全てと言っちゃいけないかな。一箇所なんか微分っぽい話が出てくるので、いけないかもしれませんけども、まあ、初等的な話になります。で、それやっていくんですけども、まず学元ですね。錬金公式は難しいけども、簡単な上解や下解っていうのは簡単に証明できますし、それによって使いこなすことができると。それは使いこなせるといいでしょうということになります。例えばですね、今この、だから今からこれ証明していくんですけども、証明する前に、先ほどのですね、この n の階乗と2の n 乗の、オーダーどっちが大きいですかっていう話は、この話、この下解と上解の話だけでも、結論が導けます。なんでかっていうと、この N の階乗の今これ下解が分かってるので、この下解使いましょう。で、下解を使うと、ここはこの不等式でこんな感じで書きますと。E 分の L の N 乗。こう書きますね。で、そうすると、これはですね、じゃあ、整理すると、E の2 e 分の l の n を説明できますね。で、これはやっぱり無限大に行くと。ね。こんな感じになりましたね。そうすると、これ下から押さえてますから、下から押さえてますから、下から押さえてるものが無限大に行くってことは、これ自体も無限大に行くということになって、やっぱり n の階乗のオーダーの方が2の n 乗より大きいっていう結論が得られるわけです。2の n 乗のオーダーより大きいと。まあ、こういう結論が得られるわけですね。だからこれはそのスターリングの公式を使うまでもなくって、このようなその簡単な下解からも導かれるということになります。はい。よろしいでしょうか。はい。じゃあですね、それを踏まえて、この上解と下解を証明していこうと思います。しかし、今から実際にやるのは、この上解の方だけで、あ、しまった、しまった。上解の方だけで、下解の方は演習問題としたいと思いますので、皆さん自分でやってみてください。はい。でですね、最初の上解の方ですが、これは N に関する数学的機能法でやっていきます。なんかまあ数学的機能法って非常に初等的な方法ですよね。だからそれでやっていこうと思います。はい。じゃあまず、で、これ、2の自然数なんだけども、これ N は1以上のものに対して考えるので、初めは N が1の場合を考えます。で、N が1の時に、この両辺ですね、N の階乗と、この一番右にかかる、式に対して、N に1を代入して、どんな値になるかということを実際に計算してみます。で、この N の階乗の方は先ほど言ったみたいに1の階乗は1ですから、これ1になると。じゃあ一方で、この EN、E 分の N の N 乗どうかっていうと、この N に1を入れるとこんな感じになりますね。で、これ計算すると1になります。つまり、この N の階乗と、この今考えている上階の式っていうのは両方とも N が1の場合には1になるということになりまして、等しい。つまり、この不等式は成り立つということになります。まあ、これで N が1の場合は終わりですね。いいでしょうか。という形になりまして、この方進んでいくと。でですね、皆さん、その数学的機能法の証明とかを書くこと、今までもあったと思いますけども、なかなかですね、これを正しく書くってことはですね、難しくて、皆さんがちゃんと書けていない場合というのがよくあります。ので、ここでちゃんともう一度復習してほしいかなというふうに思います。で、やるのはですね、まず、任意の自然数を考えてください。今、この、えっと、まあ、今、N を K に置き換えてるんですけども、まあ、別に置き換える必要はあんまりないかもしれませんけども、一応置き換えています。で、この1、これがその今1以上なんだっていう、この条件もちゃんと書いてください。で、そうでないと、いろんなところのステップが本当にいいのかどうかってことが確認できなくなる場合があります。だ今考えているこの K っていうのは必ず1以上だと。で、ここで書いてあるこの過程っていうのは、これがいわゆる機能法の過程です。で、数学的機能法を行うときには、この仮定することをしっかりと書いてください。これ書かないで何が仮定であるのかってことを、曖昧なままというか、明示せずに進むというのは、それは文章表現としてよくありません。はい。なので、これ書いてください。で、この次に、実際に、じゃあ今から何を示すんだっていう目標を書いてください。目標。この場合はこれですね。つまり何かっていうと、この証明したいことの N を K プラス1にしたものです。ですね。で、これを今から証明するんだということを宣言する。で、目標をちゃんと書くっていうのは、こういうその証明を書くときだけでもなくって、いろんなその文章を書くときにも非常に重要なことなので、それは意識してください。まず、で、これに向かってきますよということになります。これ証明しますよということになります。
で、これ今から証明していきます。で、この過程を使うということですね。で、この証明の中で、この不等式を証明することになるんですけども、不等式を証明するときに、非常によく使う重要な、ものがあります。で、これは非常に有用なので、皆さんにまずこれをご紹介しておくと。で、これはもう何でもない不等式です。任意の実数 x に対して1プラス x と e の x 乗の間にこういう代数関係がありますよという、こういう式です。で、これはですね、非常に有用です。で、今後何回か使ってことはあると思います。で、まあ、これ、証明自体は演習問題にしてますけども、まあ、微分の知識を使えば皆さんできますし、まあ、こういう言い方はいけないかもしれませんけども、まあ、高校3年生でもできるということですね。って感じなので、まあ、これ実際やってください。で、まあ、これ図を書けば、まあ、そんな感じかなってのはわかりますよね。この、赤い方が右辺、青い方が左辺と。これ任意の実数です。これ x 負であっても大丈夫です。ここら辺ですね。負であっても大丈夫ですから、そういうつもりで見てください。ということでですね、これ使っていきます。で、どう使うか。先ほどの目標ありましたね。これを証明するというときに、この過程を使うという形でやっていきます。はい。ではですね、やっていきますけども、まだ、じゃこの先ほどの証明したい目標の左辺を書き換えます。これはですね、階乗の定義ですね。最適定義から、これは k プラス1かける k の階乗になるということがわかります。はい。で、先ほどのこの記号法の過程を使うと、この後ろの部分ですね、k の階乗が ek かける e 分の k の形状以下ですよという形のことが言えます。はい。で、今ですね、目標は何だったかっていうと、これが最終的にですね、e かける k プラス1、e 分の k プラス1の k プラス1乗以下になるんだってことを、まあ、言いたいっていう、まあ、こういうことなんですよね。で、だから、何をしたいかっていうと、まあ、この式をですね、頑張ってこの式にしていきたいということになるわけです。で、まあ、それを目指すので、無理やりこの形をまた作ってみましょうってことをします。で、そうすると見通しが良くなるので、それをやってみましょう。で、こういうふうに、まあ、これイコールで書き換えました。何をしたかというと、ここに先ほど言った目標を書いてます。目標を書いて、この式がイコールになるように、ここに、その式を書いているという形になります。で、これは実際に、まあ、こうなんだってことは、じっと見てもらって考えればわかることなので、それはちょっと、冷静に見てみて考えてください。はい。で、そうするとですね、今、この後ろの部分は目標だったので、つまりですね、目標としては、この前の部分、これが1以下であるってことが言えれば、まあ、おしまいであるということになるわけです。だから、これを示していくということになります。はい。で、この前の部分を、じゃあ、そういうふうに、これが1以下だってことを証明できるように変形していきます。で、まず、まあ、この k っていうのは k プラス1マイナス1なので、そういうふうに書いて、全体として1マイナス k プラス1分の1というふうに書くことにしましょう。で、そうするとですね、この部分がですね、この部分、すいません。この部分が、先ほどのその1プラス x、すいません、今のこれ伸ばしすぎましたね。この部分です。1プラス x で、この x が、マイナス k プラス1分の1の時のように、見えるわけです。見えるというか、まあ、そういうふうに見なすわけです。そうすると、これは先ほどの有用な不等式を e の x 乗以下だってように言ってましたから、この、ピンク色で書いた部分が e のマイナス k プラス1分の1乗以下ということになります。それを次書きます。こうですね。で、そうすると、この部分ですね。この部分、これ指数法則から e のマイナス k プラス1分の1乗かける k プラス1になります。ってことは、これ e のマイナス1乗ですね。こうなりますね。そうすると、これ e かける e のマイナス1乗なので、これ1になります。って形で、目標だけが出てきましたという形で証明が終わるということになります。よろしいでしょうか。はい。ということで、上階の方を証明できました。下階の方は演習問題ですので、皆さんやってみてください。まあ、これで、まあ、会場の話、おしまいということになりますね。はい。ではですね、二項係数の話をしていきたいと思います。二項係数ですね。まず、こういうふうに定義されるものです。自然数 A、B で、A が B 以上であるものに対して、こういうふうに定義される。この、させ、もう一度言うと、これ左辺が二項係数であって、それを右辺の式で定義するということになっています。ね。で、この記号ですね。これはですね、A choose B と読むのが普通ですので、まあ、今後もそういうふうに読んでいきます。A choose B です。はい。で、それは、ここに書いてある式で定義される。だから、この、二項係数の定義の中には階乗が使われているという形になっています。ですね。
はい、A の階乗を B の階乗を A マイナス B の階乗で割ってると。で、まあ、A の、A マイナス B の階乗がちゃんと定義されるためには、A は B 以上である必要があるということですね。で、まあ、A、B、これ、ただこれ自然数と言ってるだけなので、まあ、B は0以上であるというふうに思ってください。だから、B は0であっても良いということですね。で、それでですね、皆さんは、この形の式ですね。この形の式、よくこの A、C、B と、こういう形で書くことが多かったと思うんですけども、これはですね、国際的にはあまり用いられないと書いてあるんですね。それをまず言いますね。国際的にはあまり用いられないです。と、まあ、そういう意味で言うと何かというと、私はですね、この A、C、B という書き方をしているのを、日本人が行っていることしか見たことがないです。ちょっと今日本語変ですね。この記号を使っている日本人以外の人を見たことがないです。はい。まあ、もしかしたらいらっしゃるかもしれませんけども。で、日本人はもっぱらこれを使います。で、それはやっぱりですね、これがですね、高校とかですね、高専とかで、まあ、使われてるからってことだと思うんですけども、あまりですね、国際的に、標準的ではない記法をずっと使い続けるのは良くないとは思ってるんですよね。うん。なので、まあ、皆さん今後はですね、この A choose B って記号を使う方がいいかなと思うので、まあ、そういうふうにしていってくださいと思います。はい。でですね、うん。この式を見て、あ、すいません。ちょっと今、マイクを起こすでしょ。この式を見てですね、これがですね、自然数ですと、見抜けるのは、なかなかですね、難しいんですね。これ実はこれ自然数なんですけども、これ見抜くのはなかなか難しいんですよね。で、実際これ自然数です。実際これ自然数です。で、実際自然数なんですけども、まあ、後ほどなんでこれが自然数なのかってことをちょっと言いますけども、だから、まず、じゃあ、なんでこう自然数であるかどうかってことがそんなに簡単じゃないかっていうと、これはですね、分数になってるんです。自然数と自然数を割ってるんですよね。だから例えば、普通になんか自然数と自然数を割ったら5分の3とかって感じになって、なんだろうな、自然数になるとは限らないんですよね。限らないんですよ。だけども、この、二項係数は自然数を自然数で割っても、なぜかこれ自然数になってるっていうのが不思議なことが起きてます。起きてます。ので、ちょっと、そこはだから、なんだろうな、これが自然数であるっていうのは、二項係数が自然数であるっていうことは、この見た目だけからは簡単にわかることではないってことは、一つ、なんだろうな、数学的な、センスとして、感じてほしいことではあるわけです。でも実際これは自然数です。これ後で、なんでかってことは言います。で、自然数なので、先ほど会場の時でやったように、この自然数が何を表すのか、何を数えているのかってことを、まあ、考えてほしいというふうに思うわけです。でですね、今からいわゆる組み合わせ的解釈っていうのを、この二項係数に対して3つ与えておきたいと思います。で、1つはですね、これです。この二項係数っていうのは、A choose B っていうのは、要素数 A の集合における要素数 B の部分集合の総数を表します。ということになります。で、ここに例があります。で、ここでは A が5、B が2の場合の話をしていて、つまり、要素数 A、要素数5の集合、1、2、3、4、5の部分集合で、要素数2のものをここに全部書いてみました。で、実際書いてみると、これは、10個ありまして、Go choose には10であるということを、まあ、ここで表しているということになります。実際にですね、その定義に、照らし合わせて、この、二項係数、計算してみると、こんな形になります。これ定義の式そのままですね。で、それを Go、の階乗、2の階乗、3の階乗で、5の階乗は100、120で計算しましたね。で、2の階乗は2。で、3の階乗6。で、2の5、12だからこれ10。合ってますね。よかったですね。はい。という形になりまして、まあ確かに定義に照らし合わせて、計算しても10になるな、ということになっていて、まあこの例においてはですね、ちゃんとこの定義通り、10って値がこの解釈によって出てきているんですけども、これはどのような A と B に対しても成り立つという形になっています。これが1つ目の解釈です。そうか。だから、この、要素数 A の集合から B 個選ぶっていうのが、さっきのなんかこの choose、選択するという英語、選択するという動詞の英語ですね。に、まあ、現れているというふうに思ってもらっていいかなと思います。はい。で、二つ目ですね。区別できる A 個のものの中から B 個のものに色を塗る方法の総数です。これ、この5個のものが今あるとします。で、これ区別されていると思ってください。この左から順番に並んでいると思ってください。で、その中で、例えばこの1番目と2番目に色を塗るとか、1番目と3番目に色を塗るとかっていう形で、この2つのものを選んで色を塗る。
2つって、これ B 個ですね。B 個のものを選んで色を塗る。と、やっぱりこれ10通りありまして、これで Go Choose Line 10ですよという形の解釈ができるということになります。いいでしょうか。まあ、これは、この着色っていうのはそのなんか絵で見て分かりやすいので、今後よく使っていくことになると思います。はい。でですね、もう一個。これは、何かというと、格子道と呼ばれるものを使って解釈するというものです。でこれはですね、00から A-BB に至る単調な格子道の総数です。で、ここに例があるのは、また同じ A が5、B が2の場合なんですけども、そうすると、A-B はこれ3になります。だから、00から32に至る格子道というものを考えます。今、ここに1個ありますけども、この今、一番、この左下の座標が、これが00です。で、右上がこれ32です。で、この単調な格子道というのは何かっていうと、この、曲がり角があるところ、曲がり角があるところは、これ必ず格子点じゃないといけませんよってことを言ってると思ってください。はい。で、それでですね、だからその、なんだろう、その、気分としては、この格子点、の上を順番に、まあ、辿っていくんだけども、その辿り方は単調じゃなくちゃいけなくて、必ず上か右にしか移動できない。つまり左や下には移動できない形で、この3、2に向かっていく。ってことを考えます。そうすると、例えばですね、この一番左のものは、上、右、右、右というふうに移動しているというふうに思ってほしいわけです。ただ、右上のものは、これは、右、上、上、右、右と移動しているというふうに思ってほしいわけです。いいですかね。で、そんな形で、この00から32に至る格子道の総数数えると確かに10個ありますね、ということになります。で、Go Choose には10になる、ということですね。いいですかね。なんかこの A-B っていうのはなんか、よくわかんないなっていう気があるかもしれませんけど、これは、何を言ってるかっていうと、00から32、A-BB に至るには、これは、書こうかな。00から A-BB に、あるには、これは、A 歩全体で歩きます。A 歩進みます。で、その中の、上に行くのがちょうど B 歩になります。で、A-B 歩が右と。いう形になってるわけです。ということなので、最終的に、たどり着く場所っていうのは A-BB になるんですけども、この形っていうのは、この全体で A 歩なんだけども、そのうち B 歩が上で A-B 歩は右だからっていうふうな形で、まあ、考えてもらえるといいかなっていうふうに思います。はい。で、これが3つ目の解釈です。まあ、他にもですね、いろんな解釈、2項係数にはあると思いますけども、この3つを今日はご紹介します。で、次にやりたいのは、先ほどの会場の時と同じように簡単な上階と下階です。で、上階と下階として、まあ、こういうものをご紹介します。ですね。上階はこれですね。b 分の ea の b 乗。で、下階の方は b 分の a の b 乗です。で、ちょっとこれ、分母に b がありますので、b は1以上であるというふうにしておきます。ですね。だから、A と B は任意の指定数なんだけども、B は1以上で、もちろん A は B 以上でないと、この2項係数が定義されないから、そういうふうにしておくというふうにします。で、これが成り立つとですね。でですね、これ今から証明していくんですけども、この上階の方は演習問題にします。先ほど、やったかやんないかと言われると、まあ、演習問題に残したと言った方がいいかもしれませんね。その会場のに対する下階を使うことで、証明もできますので、まあ、そういうふうに、演習問題の方でも、導入というか、なんていうんですかね。誘導してますので、まあ、そんな形で考えてみてください。で、今からやるのは、この下階の方です。下階の方を、ちょっと、1ページでやっていこうと思います。はい。で、下階の方の証明ですね。まず、この A choose B 見ます。これ A choose B の、これ、定義ですね。定義です。で、これはですね、定義をですね、じっと見て、それを書き直すと、こんな形で書き切るってことがわかります。ちょっとこれはですね、点点点が、これ曖昧だってさっきほどは いけませんよっていうふうに言ったのですが、ここではそう、これやっていて、あんまりよろしくないです。だから、まあ、これ証明と言ってるんだけども、まあ、この証明のアイディアというか、概略だと思ってください。だから本来は、ここも、ちゃんと数学的の方でやるべきところではあるんですけども、ちょっとそれを今、省略して書いてしまってると思ってください。はい。で、ここはその、まあ、分子は1ずつ減っていくと思ってください。で、分母も1ずつ減っていくと。で、分母が1になったところで止まると思ってください。はい。で、今から見るのは、で、それで、17はこういうふうになんかこの、なんだろうな、分数がいくつかあるんだけど、これ全体でこれ B 個あります。
A 個あります。で、重要なのはですね、このそれぞれが、このそれぞれが、この B 分の A 以上になると。です。このそれぞれです。それぞれが。それぞれが B 分の A 以上になります。はい、で、それはですね、まあ、ここに書いてある不等式が成り立つからだっていうふうに思ってもらえればいいんですけども、まあ、この不等式自身はそんなに難しくないので演習問題にしています。という形で、それが分かると、ここにその B 分の A が B 個あるということが分かるので、これは B 分の A の B 乗ですという形になって、これが欲しかった左辺の解になるということになります。証明終わると。よろしいでしょうか。はい。ということでですね、この、まあ、簡単な解と上解。まあ、これもですね、今後使っていくことがあるかもしれません。ので、まあ、そうだ。これ、重要なことを言ってなかった。こういう式とかですね、いろんななんか公式が出てきますけども、覚えようと思わないでください。覚えるっていうのはですね、非常に、無意味です。無意味です。もう、言い切ります。無意味です。皆さんはですね、いろんなことを今後、勉強していったりですね、習ったり、あるいは自分で見つけていくってことがあると思うんですけども、いちいちですね、覚えていったらキリがありません。なので、覚えようとしないでください。なんか、やってるうちに自然と覚えてしまうとかっていう、そういうのは、全然、問題ないと思います。けども、覚えることを目的として覚えようとするのは、本当にもう時間の無駄ですし、そんなことをしていたらですね、なんだろう、まあ、時間が足りません。し、記憶容量も足りません。皆さん、今、皆さん、学生の皆さん、若いから、記憶容量たくさんあるように思っておきもしれませんけど、だんだんですね、今後で衰えていくんです。私も衰えてきてますけども、衰えていくとですね、もう覚えられないんです。だから、覚えようと思わずに、こういうのはですね、そういうものがあったなとかっていう、そのおぼろげな記憶とかですね、まあ、それぐらいに、まあ、とどめておいてですね、あ、なんかこういうことあったなとかっていうふうに思い出したら、それをまた調べてですね、思い出せるとか、まあ、あるいはその自分で導けるってことが重要なので、そういう能力を身につけて、いちいちですね、こういう意識を覚えようとかってことは思わないようにしてください。はい。それで、ですね、二項係数はですね、いろんな性質があります。で、重要なので、それをいくつかご紹介していきたいと思います。で、一つはですね、これ対称性と言ってます。何かというと、A choose B っていうのは、A choose A-B と等しいですということです。これがなんで対称性と呼ばれるのかってことはちょっと後から分かっていくと思うので、それは、今ではここでは言わないことにして、こういう式を成り立ちます。で、この式自体はですね、式変形の定義を使ってですね、式変形をしていけば簡単に証明できます。で、実際にですね、まあ、難しい方から簡単な方に変形していくっていうふうに行うのがいいと思うので、やってみると、まあ、A、choose A-B は定義通り書くとこうなりますね。で、ここら辺整理すると、こうなりますと。ですね。A-A-B は B ですと。ですね。で、これはですね、取りも直さず A choose B の定義だということになりまして、証明が終わるわけですね。で、これは多分皆さんできる。で、これができるのはまず重要です。はい。で、いいんですけども、先ほど言った通りにですね、これはですね、等式なんですね。等式で、これ、左辺も右辺も、自然数ですから、これどちらも何かを数えてるわけです。で、何かを数えているものが等しいですよっていうことなので、これはですね、その組み合わせ的解釈を使って証明できるんじゃないかっていうふうな、まあ、考えに至るわけですね。で、それをやってみたいです、今から。で、何を言ってるかというと、こんな感じです。今からですね、この等式を組み合わせ的解釈によって証明するんですけども、その手順としてこういうものを考えます。何かというと、先ほどの組み合わせ的解釈によると、この両辺は違うものを数えています。だからその左辺と右辺がまずその数えるものが何なのかってことをまず見極めます。ですかね。で、何をするかっていうと、この二つ数えてるもの、違うものを数えてるんだけども、その間に1対1対応がありますよってことを言います。ですね。1対1対応ありますよってことを言います。で、実際に、まあ本来はその作った、その見極めた1対1対応が本当に1対1対応である、つまり全端者であるってことをちゃんとまあ証明する必要があるんですけども、多くの場合、例えば今日やるような証明の場合には、それは割と簡単にわかりますので、割とこの部分も省略してます。最後の部分ね、省略してます。が、まあ難しい場合ではちゃんと証明する必要があるという形になります。で、1対1対応があるから、この左辺の数えているものと右辺の数えているものは等しいですよという結論が得られるという形の証明になるわけです。で、こういうような形のですね、証明のことを全端者による証明というふうに言ったりします。英語ではバイジェクティブプルーフと。言ったりすることがありますけども、で、それを今からですね、この例に対してやっていこうと思います。で、まあ、2パターンやってみようと思います。それはですね、着色を使った、組み合わせ的解釈と、格子度を使った組み合わせ的解釈の2通りでやってみたいと思います。
じゃあ、まず着色を用いたものですね。先ほどの組み合わせ的解釈によると、この A choose B っていうものは、A 個のものの中から色を塗る B 個を選ぶ方法の総数であると。で、右辺の方は、A 個のものの中から色を塗る A-B 個を選ぶ方法の総数だっていうふうに言ってました。今、これ、下に例がありますけども、これは、A が5で、B が2の場合の、例を書いてると思ってください。で、そうすると、この、これ、左の方が上左辺に対応してると思ってもらって、これは5個の中で色を塗る2個を選んでると。形ですね。で、右辺の方は5個の中で色を塗る A-B 個、つまりこれ3個を選ぶ。こういうことをやってるということになっています。で、これ全部書いています。で、この2つの、その塗り方ですね、の方法すべて、今持ってきてるんですけども、この間には1対1対応がありますよってことが、を言いたいです。で、どのように1対1対応を作ればいいのかというと、例えばですね、今、ここの左上、これ赤、黒となっています。で、この赤、黒のこの色を入れ替えます。だから色を入れ替えるっていうのは赤を黒にして、黒を赤にするってことをしてみます。で、そうすると、この赤、黒っていうのは、その色を入れ替えると、この黒、赤になります。いいですか。で、そうすると、もともとは A 個中 B 個のものに色を塗っていたので、この色の入れ替えによって A 個中 A-B 個色が塗られた状態っていうのができるわけです。いいですか。で、そうすると何かっていうと、この左の一つの塗り方に対応して、右側の一つの塗り方が決まるってことがわかります。いいですか。で、重要なのは何かっていうと、これは逆操作ができるってことです。つまり、右側のように塗られているものの色の塗り替えを行うことによって、右側の状態から左側の状態が一つ作られるということになります。ですかね。で、このように両方向に行き来できるっていうのが1対1対応なので、これによってちゃんとこの色の有無を入れ替える、ありなしを入れ替えることによって1対1対応できるので、この左辺の数えているものと右辺の数えているものが、やっぱり、同数なんだよということがわかるということになって証明が終わるわけです。よろしいでしょうか。で、これがその前端者による証明の、典型的なやり方です。はい。今ですね、これ着色を使った、組み合わせ的解釈で、証明したんですけども、同じようにですね、この前端者による証明を別の解釈、つまり格子度を使ってやってみましょう。はい。格子度、ここですね。A choose B っていうのは、00から A-BB へ至る格子度のソースです。ここですね。こっちの方ですね。で、こっちの方はですね、00から BA-B へ至る格子のソースです。本来はですね、これは、00から定義通りに書くと、ここですね。A-A-BA-B へ至る格子度の総数ということになるんですけども、まあ、ここの部分計算すると、これ B になりますから、こう B になると。BA-B、A たる格子度の総数となると。こんな感じですね。これもちょっと例としては、これは A が5で、B が2の場合に書いてます。はい。で、そうするとですね、で、つまり、ま、この2つっていうのは、ま、違うものを数えてるわけですけども、実はこれ同数です。で、同数であることは、その1対1対応を作ればわかると。で、どういうふうに作るかっていうと、この2つの図形はですね、実は、直線 y イコール x に関して対称になっていると。何を言ってるかっていうと、例えばですね、じゃあこの図の中にこの y イコール x のこの直線コードを引いてみます。これもともとこれ書いておいてよかったかな。こんな感じですね。で、この直線に、関して、この入れ替える、なんていうんですかね、反転させる。ってことをすると、この格子度からこれが得られます。この格子度を得られます。ですか、わかりますかね。まあ、ここが、y イコール x って、こういう直線です。こんな感じです。いいですかね。どれもそうですね。この図、反転させると、これになると。あってたはずですけども、こうなります。という形で、左の方のその格子度から、この、その、なんていうんだ、反転によって、右側の格子度が、ちょうど一つ得られます。で、これ先ほどのその着色の時と同じように、逆向きもできます。右側の方から同じ操作を使うことによって、左側の、格子度がちょうど一つ得られるということになっているので、この操作っていうのは前端者であるということがわかるわけです。前端者です。だから左側にあるものと右側にあるものは同数であるということがわかって、
この投票が得られるということになるということですね。よろしいですか？という形で、この組み合わせ的解釈を使って証明するということができるようになります。で、こういう方法はですね、非常に重要なので、皆さんぜひ身につけてください。演習問題にもいくつかあるので、やってみてください。はい。で、もう一つ別のもの。これは何かというと、パスカルの規則と呼ばれているものです。パスカルとか人名ですね。はい。で、これは何かというと、A choose B というものがあったら、これは、A-1 choose B-1 と A-1 choose B の和で表されますよという、こういうものです。ほうという感じですね。で、これは、まあ、この A-1 choose B-1 とか、A-1 choose B っていうのが定義されるためには、まあ、A-1 が B 以上である必要もあるし、まあ、B も1以上であるという必要があったりするので、まあ、そういう条件はついているというふうにしてください。はい。で、まあ、これは非常に重要な規則なんですけども、まず何が重要かというとですね、この、規則から、二項係数 A choose B は自然数だということがわかります。なぜかというと、それは、これは数学的の方をやればわかるんですけども、何かっていうと、今ですね、この左辺に A choose B が書いてあるんですけども、右辺を見ると、右辺には2つの二項係数が現れているんですが、その二項係数の上の部分はどちらも A-1 になっています。つまり、左辺の A から1つ小さい値が上の方にこう来てるわけですね。つまりですね、A choose なんとかっていうのを定義するときには、A-1 choose なんとかっていうのを使えば定義できるって形になっていて、これはどちらかというと、二項係数の再帰的定義を与えているっていうふうにも見えるわけです。二項係数の。ちょっと漢字が、ちょっと汚すぎるんで、ちょっと係数まで書き直すと。数の再帰的定義を与えていると。で、そう思うと、例えばですね、じゃあその A、この、上の方のですね、A が一番小さい場合、つまり0の場合、まあ、0 choose B。この時には B は0じゃないといけないんですけども、で、これはですね、1なんですね。これ1です。で、まあ、それを使うことによって、どんどん、これは定義されていくんですけども、まずこの0 choose B は必ず1です。で、そう思うと、この式を使うと、この、右辺の二つの項が、自然数であると仮定すると、その自然数の和も自然数なので、A choose なんとかっていうのも自然数であるってことが導かれます。ということで、この A が何であっても自然数であるっていうことが数学的機能法によって証明できます。つまり、どんな A、B に対しても、まあ、A choose B が定義されている限りは、A choose B は自然数であるということが言えるわけです。で、まあ、これによって初めの疑問。その本当に二項係数は自然数であるのかってことが解消されるということになるわけです。いいですか？で、そういうことを考えると何かっていうと、この二項係数をこのパスカルの規則が再帰的定義だというふうに思うと、このパスカルの規則を使うことによって二項係数を計算するということもできるようになるわけです。ちょっとこれは後で、ご紹介します。じゃあまずこれ、証明しようと思うんですけども、これはやっぱり先ほどと同じようにですね、式変形頑張ってやって、その定義を使ってですね、この右辺、ややこしい方から簡単な方を導くってことをやっていけば、これできます。まあ、やってみてください。ここには割と書いてあるので、式をですね、じーっと見ていくと、証明できると思います。なんかこれ目がチカチカしますけどね。目がチカチカしますけども、一つ一つちゃんと追っていけばできますので、それはやってみてください。はい。で、まあ、それは皆さん、頑張りはできると思うので、やってみてほしいんですけども、今からやりたいのは、やはり、これは、2つの自然数をイコールで結んでいるわけだから、組み合わせ的解釈によって証明したいなというふうに思うわけですね。で、今度はですね、今からやるのはですね、先ほどとちょっと違っていて、ちょっと違う形で、組み合わせ的解釈を使おうと思います。で、どんな感じかというと、こんな感じですね。この左辺と右辺は実は同じものを、数えてるんだってことを言うって形します。だから何かというと、左辺と右辺が数える組み合わせ的解釈をまず一つ定めます。先ほどの前端者による証明においては、左辺で一つ、右辺で一つって形で、二つの数え方っていうのを、二つの組み合わせ的解釈を考えてたんですけども、ここでは一つだけです。一つだけ考えます。で、何をするかっていうと、この一つの組み合わせ的解釈を
左辺と右辺は別の数え方で与えてるんだというふうに解釈し直すわけです。で、そうすると、同じものを2つの違う数え方で数えてるので、この左辺と右辺は同じであるという結論が得られるという形で証明が終わるというような、証明の仕方です。これを今からやっていこうと思います。で、まあ、このようなですね、証明の仕方のことを二重の数え上げによる証明というふうに言ったりします。二重の数え上げっていうのは英語で言うとダブルカウンティング。って言うんですけども、まあ、よく使う手法です。組み合わせ論とか、離散数学においては。だからですね、まあ、こういうことをですね、できるようになるということは非常に重要なんですけども、これやってみようと思います。で、そう思うとですね、まあ、左辺の方は A チューズ B なんで、まあ、これが何を数えてるのかってことは、もうすでに決まってるので、まあ、それをそのままその、ここに書いてある一つの、一つ定めなくちゃいけない組み合わせ的解釈として、一つ定めなくてはいけない組み合わせ的解釈として与えることにします。で、じゃあこれもちょっと二通りかな。これはじゃあ、着色で証明をしてみようと思います。一通りですね。はい。じゃあ、これでやってみようと思います。で、今言った通り、A チューズ B っていうのの解釈はもう決まっているので、それを使ってみます。それは、A 個のものから B 個のものに色をつける方法の総数です。これが A チューズ B です。で、それが左辺です。で、今からやるのは、この A 個のものから B 個のものに色をつける総数っていうのを別の方法で数えるってことをします。で、それがこの右辺の数え方になります。でですね、このですね、足し算があるんですね。で、足し算を見たらですね、皆さんはですね、これ場合分けだと思ってください。だから今何かを数えようとしてるんだけども、それを2つの場合に分けて数えることをするんだというふうに思ってください。で、どのように場合分けするんだというと、まあ、今この例はまた先ほどと同じように A は5で B は2っていう例なんですけども、5つのものの中の2つに色をつけてるんだけども、その中のこの初めのものですね。はじめのものに色をつけるかつけないかで場合分けしていると思ってください。で、じゃあはじめのものに色を塗る場合を考えます。で、そうすると、今全体としては A 個のものの中から B 個のものに色を塗ろうと思っているんですけども、はじめのものにはもう色を塗っているので、残りのものですね、残り今これ A-1 個あるんですけど、残りこれ A-1 個なんですけど、A-1 個。残りの A-1 個の中からは、B-1 個だけ色を塗ると全体として、B 個のものに色を塗ることができることになります。つまり、最初のものに色を塗る場合は、この中で A-1 チューズ B-1 だけあるということになります。いいですか？ A-1 個の中からは B-1 個だけ色を塗ると全体で B 個色が塗れるということになります。で、一方でですね、その場合に、2番目の場合ですけども、この初めの要素には色を塗らないというふうにしたら、残りのですね、この A-1 個の中からは B 個色を塗る必要があるわけです。つまりそのような方法の総数っていうのは A-1 チューズ B になるということになります。で、それを合わせると全体でこの A 個のものから B 個のものに色をつける方法の総数になるので、この和が元々の A チューズ B に等しいということになるということです。で、証明が終わると。いいでしょうか？いいでしょうか？今これはですね、この着色という、組み合わせ解釈を使って証明してみたんですけども、ですね、格子度を使っても、二重の数え上げによる証明できますので、ぜひ皆さん試してみてください。はい。先ほどですね、そのパスカルの規則を使うと、再帰的に、二項係数が計算できるようになるっていうふうに言ったんですけども、まあ、この図がですね、それの方法を示しています。で、これはですね、この中三角形の形をしているので、パスカルの三角形というふうによく呼ばれます。で、これはどういうものかというと、これはですね、まあ、表なんですけども、これ A チューズ B を表にして書いてるんですけども、行が A で、A が1、2、3、4、5、6、7、こんな感じで並んでると。あと、続いて。で、列の方が B で、B が0、1、2、3、4、5、6、7と、まあ、こんな感じで続いているということですね。はい。で、ですね、何かというと、先ほど言っていた、規則をもう一回書くと、あ、規則がこれ書けるかな？あ、しまった。ちょっとこういった、規則を書くと、パスカルの規則で一緒に書くと、A チューズ B は、A-1 チューズ B-1 プラス A-1 チューズ B。ちょっとこれ右上に書くと、もしかしたら、見えないかもしれない。ちょっと下げますね。
あ、名前がついてきちゃった。こう、なかなか使いこなせていないですね。なかなか使いこなせていないですけども。ならですね。で、こんな話なので、これ何を言ってかというと、例えば、さっき言った Go choose にですね。Go choose 2を計算しようと思ったら、それは4 choose 1プラス4 choose 2になりましょうと。だから Go choose 2を計算するには、こことここですね。これを足すことによって、Go choose 2がわかりますので、こういう形になったわけです。いいですか？で、さっき言ってたんですけども、あ、そうか。さっきちょっと、最適定義のところでは、ちゃんと、最適定義というか、二項係数が、自然数ですよっていうところの証明ちょっと間違っていて、ちょっとこれ訂正しなくちゃいけないんですけども、初めにやんなくちゃいけないのは、この列のですね、書いちゃった。この初めの列ですね。ここが、これが全部1ですよってことをまず言う必要があります。これをやらないといけない。で、これは、A choose 0っていうのは実際に、定義を使って計算すると、A の階乗分の0の階乗、A マイナス0の階乗なので、これは A の階乗分の A の階乗で、これは1である。いいですかね。っていう形になりまして、これ全部1になりますということがわかります。で、一方ですね、この、表の、この対角線、一番上の部分、これも全部1です。これも全部1です。で、これも、定義から分かって、なんでかというと、A choose A っていうのは、定義を使うと A の階乗を A の階乗を A マイナス A の階乗で割ったものですね。A マイナス A、これ0の階乗で0の階乗1ですから、これ1になると。いうことでいいですね。で、まずこれを見ます。だから先ほどの、なんだっけ。二項係数が自然数であることの証明においても、まずこれを初めに言う必要がありました。すいません。で、それで、この規則ですね。これを使うと、この上2つの、この、だから、この表において、すぐ上。直接上のものと左上のものを足すことによって自分の値が分かるという形になっていることになるわけですね。で、そう思ってちょっとじゃあ値を埋めていきましょうと。ちょっとやっていきましょうね。で、そうすると、ここですね。ここら辺は1、1だから、ここ1、2ですね。で、ここは1たす2で3、2たす1で3と。こんな感じですね。ここは1たす3で4、3たす3で6、3たす1で4。まあ、こんな形で、1個1個、この、二項係数が決まっていると。1たす4で5、4たす6で10と、6たす4で10、4たす1で5と、こんな感じですね。で、そんな形で、必ず自然数を足すことによって、次の二項係数決まってくるので、すべての二項係数は自然数になるということがわかるということです。すいません。先ほどとって言った証明は、初めに考えなくちゃいけない部分が、大幅に足りてなかったんで、全部、初めに決めておく必要があります。すいません。って形でどんどん決まっていくと。っていうのが、このパスカルの三角形を使って、二項係数を決める方法になるということになります。いいでしょうか？すいません。ちょっと、自然数の部分の証明がよくなかったですね。すいませんでした。はい。という形になります。はい。ではですね、二項係数に関する重要な式として、もう一つ、ご紹介します。これはですね、九州高等式って名前が付いてるんですけども、まあ、名前はどうでもいいです。名前どうでもいいですし、この式自身を皆さんが覚える必要もないです。はい。で、これ何かというと、A choose B の、この A と B を両方とも小さくしたら、前に B 分の A がつきますよという、こういう式です。で、これもですね、まあ、式変形をしていけば、定義に基づいて、ちゃんと計算していくと、この式正しいことがわかります。この感じですね。あ、で、もう一つちゃんと言っておくですね。この A マイナス1中と B マイナス1が、ちゃんと定義されるためには、B は1以上である必要があります。はい。じゃあですね、やりたいのは先ほどと同じパターンになってきましたけども、このイコール、どういう意味なんでしょうかということになります。でですね、ちょっと、この九州高等式自身でちょっと問題があって、この B で割るっていうのがですね、扱いにくいんですよね。なんでかっていうと、まあ、足し算の先ほど言ったみたいなところ、場合分けっていうふうに、その組み合わせ的な、解釈が
足し算についてでもできるんですね。で、掛け算は実はこれもできます。これ、後から言います。掛け算はできるんだけども、割り算はですね、まあ、組み合わせ的な解釈はできなくはないんだけども、それをここでやるのはちょっと難しいんですね。ここでやるのは難しいです。で、そういうためにはちょっといろんな準備が必要だったり、まあ、群のこととかですね、こういう、群まで言う必要はないかもしれませんけども、まあ、そういうようなことになってきたりするので、この分母は払って右に持ってきます。で、それによって、この等式の組み合わせ的解釈を与えるという形にしたいと思います。はい。で、まあ、着色を用いますね。で、じゃあ、まず先ほど言ったように、この B は、左に持ってきましょう。こんな感じになります。で、B とか A っていうのは実は、これは B 中樹1とか A 中樹1のことなんで、まあそういうふうに思うことにします。で、そうすると、この2つっていうのはなんか全く違う量のように思えるんだけども、実は等しいですという形になっていて、それを二重の数え上げによる証明で考えていきます。で、ここでは着色をします。でですね、ここでは、ではですね、このなんか左とか右がですね、何を数えてるのかっていうのは先ほどのパスカルの規則の時とは違って、そんなに当たり前ではないわけですね。だから、まずこの左とか右っていうのは実際何を数えてるのかってことを一つ定めるっていうこと自身、工夫がいる部分になります。で、ここではですね、これをやります。A 個のものの中から B 引く1個を赤で1個を青で塗る方法の総数を考えます。何を言ってるんでしょうかですね。今なんか A 個あるとします。A 個ある。A 個。で、この中から B 引く1個を赤で塗ります。まあ、これ B 引く1個。B 引く1個を赤で塗って1個青で塗ると。このような方法は全部で何個あるでしょうってことを数えると思ってください。で、実は、この左辺と右辺は、この方法の総数っていうのを違う方法で数えてるんだってことを今から言っていくということになります。で、まあ、この総数とかっていう、この日本語と長いんで、今後、これ Large N というふうに書くことにします。まあ、今後で言ってもあと1回ですけども、Large N で書くということにします。Large 1回ですね。Large N で書くことにします。ではですね、じゃあこの左辺は、この塗り方をどのように数えてるのか。左辺はですね、まず、A 項のものの中から B 項を赤で塗ります。最終的には B 1個だけを赤で塗るんだけども、まずもう B 1個赤で塗っちゃいます。この例の場合は、って書いてありましたけど、A が5で、B が3で、ですね。はい。で、だからまず、3個赤で塗っちゃいます。だけども最終的には2個だけを赤で塗りたいわけですね。で、青も1回使わなくちゃいけない。で、どうするかっていうと、この B 1個の中、赤で塗ったものの中から1個を選んで、それを青にします。こういうふうにします。で、そうすると最終的に赤が B-1 個あって、青が1個あるって形が得られるわけです。いいですか？で、これによって全てのそのような塗り方が得られます。いいですかね？なので、この今考えているものの総数っていうのが、この左辺で得られるということがわかるわけです。いいですか？で、一方、右辺はそれを違う塗り方でやってます。で、どうやってやってるかっていうと、あ、そうだ。重要なことを言ってなかったけども、じゃあそれはちょっと順番が変なんで、後で言いますけども、まずですね、A 個のものの中から1個を青で塗ります。それはこの部分ですね。1個を青で塗ります。はい。で、それが終わった後に、そのそれぞれに対して、残り A-1 個の中から B-1 個に赤を塗るということをします。だからこの4つの中から2つに赤を塗るということをするわけです。で、それによって、赤が B-1 個、青が1個塗るという方法が全て得られると。重複なく得られるということになります。いいですか？で、この2つはどちらも同じものを数えているので、左辺と右辺は等しいということになるということになります。よろしいでしょうか？で、先ほどちょっと重要なことを言うのを忘れたって言ってたんですけども、すいません。順番が、説明の順番が逆になっていきません。この掛け算っていうのは、この順番に行う、操作するってことを表します。ただ、この場合は、この右辺の場合は、まず A 個のものの中1個に青を塗ると。で、そのそれぞれに対して次に残り A-1 個の中から B-1 個に色を塗るということをするというふうに言っているわけです。いいでしょうか。はい。で、これによって左辺と右辺が等しいことが分かったとなります。いいですか。はい。では、これで、この二項係数の話が、一旦終了で、最後にですね、あと15分ぐらい、20分かなぐらいで、この二項定理の話をしていきたいと思います。で、二項定理というもの自身は皆さんご存知だと思いますけども、一度復習しましょう。
これもですね、人間の複素数 xy と n が0以上の自然数であるというふうなときに、これですね、x プラス y の n 乗がこのような形で書けるということです。これは、まあ、気分としては、x プラス y の n 乗というものの展開です。展開をすると、各項はこんな形になります。あ、各項はこんな形になります。だから、その項が n プラス1個で出てくるんですけども、それがこんな形になってます。ということですね。ちょっとやろうかな。例えば、その n が、どうしよう。3の時は、x プラス y の3乗になるんですけども、これは、k が0から3まで、3 choose k、x の形状 y の3マイナス形状。こんな形になるわけですね。で、これ、ちょっとこれ実際に計算してみると、やろうかな。3 choose 0、x の0乗 y の3乗プラス、3 choose 1、x の、3 choose 1、x の1乗 y の2乗プラス、3 choose 2、x の2乗 y の1乗プラス、3 choose 3、x の3乗 y の0乗。こんな感じですね。この、この指数がですね、これ、足すと n になるってことは重要ですね。だから、片方が0、1、2、3と増えていったら、片方は3、2、1、0と減っていくと。こういうことですね。こういうふうになっているということです。で、まあ、これ計算すると、x の0乗1ですから、y の3乗プラス 3xy の2乗プラス 3x2 乗 y プラス y の、あ、x の3乗と。こんな形になると。いうことですね。はい。まあ、こんな形の、展開を、すべての n でやってるということになります。いいでしょうか。はい。で、このですね、証明自体は、演習問題なんですけども、いろんな証明の方法あると思いますけども、例えば、数学的記号法であるんだったら、N に関する数学的記号法で、そのパスカルの規則、先ほどやりましたが、それを使ってもらうと、できるかなと思います。ただ、このシグマのですね、扱い割と大変だったりするので、これは割と慎重にやってみてください。はい。で、今からやるのは、この二項定理を使って、いろんなその二項、定数に関する性質を導いていこうというものです。で、一つ目はこれですね。n choose k の k を0から n まで動かして足すと、これ2の n 乗になりますよ、ということです。で、これはですね、二項定理を知っていればすぐに、導けます。なんでかというと、二項定理、ちょっともう一度書きますと、x プラス y の n 乗は、k が0から n までの n choose k の、x の形状 y の n マイナス形状です。先ほども言いましたけども、こういうものはですね、覚えるものではないので、使えそうだなと思ったら調べて思い出してください。あるいは、証明し直す形です。で、この x を1、y を1としてください。そうすると、この式が出てきます。なんでかというと、この1プラス1の n 乗は2の n 乗です。これ右辺ですね。で、一方で、こっち側ですけども、1の形状とか1の n マイナス形状っていうのは、これは1ですから、この部分は消えて、この二項定数の和が残るという形になるわけです。だから、このような形で二項定理を使うと、割とすんなりと証明ができるということになります。はい。いいですかね。で、一方で、また出てきましたね。これ、その左辺と右辺は自然数なんですね。だから、これやっぱり左辺と右辺は何かを数えてることになるわけです。で、そう思うと、これは何を数えることによって、イコールが導かれているんでしょうってことを考えたくなるわけです。で、そう思うとですね、まずこの中2の n 乗って何数えてるんだってことを、気にしたくなるわけですよね。で、それを考えるんですけども、例えば、実はこれはですね、2×2×2×、点々点、さっき曖昧だとか言っておきながら書いてますけども、こういうふうになったわけですね。で、これが2が n 個あるわけです。だからこれは何かっていうと、先ほどその、掛け算っていうのは、その順番に行うんだっていうことで解釈できるっていうふうに言ったんですけども、つまりこれは、二つのうちの一つを選ぶってことを N 回繰り返してるんだっていうふうに思えるわけです。で、左辺の方は二項係数が出てきているので、最終的にその二項係数を選ぶ、二項係数が解釈するようなものと結びつけたいと思うので、ちょっとここで彩色を使ってみましょうというふうにします。で、例えば、N 個のものがあると、区別できるものがあると。で、この一つ一つに対して選択を行うってことをします。順番に。
で、何をするかっていうと、色を塗るか塗らないかっていうことの選択をしていきます。例えば、初めのものを見て、色を塗りますか塗りませんかってことを決めます。塗らないと決めたらそのまま。じゃあ、2番目のものを見ます。色を塗りますか塗りませんかと見えます。じゃあ、塗るとしたら、これ塗ると。決まると。じゃあ、次のものを見ます。色を塗りますか塗りませんかと。塗りますと言ったら、また塗ると。で、こういう形で、塗るか塗らないかっていう二択を N 回繰り返すわけです。で、そうすると何が得られるかっていうと、最終的にここには何が出てくるかっていうと、区別できる N 個のものの中からいくつか、数は決まってないんですけども、いくつか選んでそれに色を塗ってるっていう方法が全て現れるということになります。で、それがこの2の N 乗の表すものとして解釈できるわけです。で、実際それが、この左辺では別の数え方をして得られてるんだってことを今から言っていきます。で、それが組み合わせ的解釈、二重の数え上げによる証明になります。ですね。言った通り、まあ、これだと概略だけしか言いませんけども、右辺は N 個のものの中からいくつかに色を塗る方法の総数になっていると今言いました。ではですね、この左辺は、これ和になっているので、これ和は先ほど初めじゃなくて途中で言った通り、これは場合分けになるわけですね。場合分けを表すと。場合分けを表すので、じゃあどういうふうに場合分けをしているかっていうと、この K によって場合分けをしていますと。じゃあこの、N チューズ K は、じゃあ何を表しているんでしょうと言ったら、これは N 個のものの中から K 個に色を塗る方法の総数だったわけです。これはそのまま、二項係数の組み合わせ的解釈でした。着色による。ですね。じゃあ今、ここには、これ今 N が4の場合を書いてますけども、その4つの中からいくつかに、を選んで色を塗る方法を全部書いてあるんですけども、これを何個のものに色を塗ったかによって、分けてみましょうと。倍上げしましょう。そうすると、こんな感じになると。だから、これ、K が0、1、2、3、4と、こういう倍分けになっているとですね。で、その、初めに、いくつ、その K 個の、N 個の中からいくつに色を塗りますかってことを、初めに倍分けして、その場合それぞれに対して塗り方を数えましたよと。いうのが左辺なんですね。それを全部合わせると、総数である2の N 乗と等しいですよと言ってるのが、この等式ですと。という形で、この等式が、組み合わせ的解釈を通して証明できるという形になります。よろしいですか？よろしいですか？で、これが、一つ目の例題でした。はい。じゃあ、二つ目。これ見てみましょう。これもですね、何かというと、これも二項係数に関わる、等式なんですけども、これはですね、N チューズ K があるんだけども、その前にマイナス1の形状っていうのはついています。これ例えばですね、N が4の場合、これ書いてみるとどうなるかっていうと、これは4チューズ0、マイナス4チューズ1、プラス4チューズ2、マイナス4チューズ3、プラス4チューズ4。これが0ですと。こういう式ですね。で、これ実際本当かなって確かめてみると、これ1マイナス4プラス6マイナス4プラス1ですね。確かに0ですね。合ってますね。ということで、そういうことでじゃね。で、これ、どんな N、1以上のどんな N に対しても出てきます。あ、で、ちなみにですね、こういうの、これ、交対和って言います。こういうのって、オルタネイティングサム。こういうのって何かっていうと、この係数がですね、マイナスプラス、交互に現れるような、和のことを交対和って言ったりします。で、この場合、だからその、二項係数のですね、交対和が0になる。必ず0になるってことを言ってます。で、これはですね、証明自体は、できます。できますというか、また二項定理を使ってできます。で、まあ、どんな感じかっていうと、先ほどと同じように二項定理を書くと、x プラス y の n 乗イコール、a イコール0から n まで、n 中乗 k。x の形状 y の n マイナス k。こうですね。で、x にマイナス1を入れて、y に1を入れると。すると、こういう式になりますということですね。で、そうすると、マイナス1プラス1の方は0の n 乗になって、まあ、n は1以上なので、これ0になると。ちょっと0の0乗とか考えるとややこしくて嫌なので、まあ、n は1以上にします。で、0です。で、一方ですね、こっち側は1の n マイナス形状、これが1なので、マイナス1の形状だけ残って、こうなると。で、これは左辺と同じということですね。はい。だから、まあ、これも二項定理を知っていれば、そのまますぐに、証明できるというような感じのものになってます。いいでしょうか。でですね、あ、いいでしょうかって言って聞いてます。いいですね。はい。で、これはですね、またやっぱり、この右辺0なので、まあ、この
差比ももちろんゼロであり、これ自然数は自然数だから、これもなんか組み合わせ解釈で証明したいなというふうに思うんですよね。ただですね、何がややこしいかっていうと、このマイナス1の形状、つまりこの負ですね。これちょっと戻ると。ここら辺ですね。このなんか引き算っていうのをどのように、この、解釈すればいいのかっていうのは、案外難しいので、演習問題でこの組み合わせ的解釈を使って証明してあるんですけども、その時には、この、係数が負の項を、この右に、移します。そして、その全ての係数が正になるようにして、その左辺のものと右辺のものが何で等しいのかってことを考えてもらうって形にしてますので、ぜひそれは考えてみてください。組み合わせ的解釈を使って証明できると思いますので、ぜひやってみてください。まあ、多分その前端者による証明になると思いますけども、それやってみてください。はい。ではですね、最後の、例題です。任意の自然数 n、0以上のものに対してこれが成り立つと。で、これ何かっていうと、この輪の中がですね、n 中図 k の2乗になっています。n 中図 k の2乗になっています。で、それが実は 2n 中図 n と等しいですよ、ということになってるんですね。で、これもですね、今から二項定理を使って証明していこうと思うんですけども、今までの二項定理の使い方と、ちょっと違う使い方をするので、で、まあ、それを紹介したいという意味で、これを、やっていきます。で、まあ、予告しておくと、これはやっぱりその、左も右も自然数なので、まあ、組み合わせ的解釈を使った証明もしてみたいなと思うんですけども、それは一番最後にやることにして、まずはその二項定理を使ってどのように証明できるかってことを考えていきます。でですね、ここではですね、ちょっと、まあ、なんだろうな、天下り的ではあるんだけども、2n 乗を考えます。で、x プラス1です。だから先ほどまではなんか、x プラス y の n 乗って書いてたんだけども、その、まあ、y はもうすでに1であって、n が今 2n に変わっているというふうに思ってください。で、そうするとですね、先ほどのその二項定理はそのまま使えます。で、使ってみます。そうするとこんな形の式が得られます。で、y は1になってますし、先ほど n だった部分は全部 2n になっているとですね。こんな感じになってます。で、1の何とか乗が1ですから、まあ、このままこういうふうに書けると。ですね。で、そうするとこれはですね、先ほど言ったみたいに、これは、x プラス1の 2n 乗っていうのを展開して、まあ、この x の多項式として書いてるわけですね。これ x の多項式です。これ重要ですね。x に関する多項式。で、今、何がわかるかっていうと、このですね、多項式の、この xn 乗の係数ですね。つまりこの k が n であるところの係数は 2n チューズ n であるということになるわけです。いいですか？で、それがこの右辺です。ここまでいいでしょうか？この式、この展開式の xn 乗の係数がこの右辺です。今から何をするかっていうと、この x プラス1の 2n 乗を展開するんですけども、別の方法で展開します。別の方法で展開します。で、別の方法で展開すると、xn 乗の係数として、ここに書いてある左辺が出てきます。ってことを言います。はい。じゃあ、それをやってみましょう。今、どういうふうにするかっていうと、x プラス1の 2n 乗を、実はこれは x プラス1の n 乗かける x プラス1の n 乗なんだというふうに思うことにします。で、この x プラス1の n 乗、それぞれに対して二項定理を適用します。で、そうするとこんな形になりますね。先ほどは、この添え字、奇妙な添え字 K を使ってたんだけども、今回まあ2つあるので、もう片方の方は L を使うことにしています。で、これは X に、その前の方が X に関する多項式、後ろの方も X に関する多項式になってます。だからこれは2つの多項式の積になってますから、これを今から展開します。で、展開するとまあこんな形になりますね。まあ、これはちょっとこのシグマの扱いに慣れていればすぐわかると思うんですけども、まあ、こんな形になると思います。ですかね。で、何をしたいかっていうと、ダメだ、今これはもうこれ展開しきっています。展開しきっています。ここには今 2×n プラス1個の、項があります。項があるんですけども、そのうちのいくつかの次数、x の次数が同じです。この k プラス l っていうのは、このなんだ、ちゃんと言いますね。k は0から n まで、l は0から n まで。あるので、ここにある項の数っていうのは 2×n プラス1個あります。ただし、その中でも、この k プラス l が同じ部分っていうのはいくつかあったりするわけです。で、先ほどその、前のページで見たように、この、x プラス1の 2n 乗っていうのは、これは、x に関してこれ 2n 字。2n 字の、ちょっと待ってくださいね。
ここは考えると間違ってます。すいません。ここは、n プラス1の2乗です。すいません。2乗個の項があります。すいません。n プラス1の2乗個の項があって、るんだけども、これは、2n 次の多項式ですから、いくつかのその項はですね、同じ次数を持ってるわけです。で、実際で、今から何をしたいかっていうと、この多項式の、xn 乗の、係数だと。まあ、それを知りたいわけですね。で、ちょっとそれ知りたいんですけども、ちょっとこれ、たくさん項があって、ややこしいので、ちょっと表を書いてみましょうと。表を書いてみる。これ、表のつもりです。で、どういう表かというと、こっち側 k で、これが0から1、2、点点点 n まであって、こっちが l が0から1、2、点点点 n となっているということですね。で、何をするかっていうと、で、例えばここに k があって、ここに l があるとすると、この k と l、に対応する、ここには、今何を書こうと思っているかというと、ここには、n choose k, n choose l。つまり、この、これは何を言っているかというと、xk プラス l 乗の、係数です。です。を、この表の、中に書こうというふうに考えます。で、そうするとですね、例えば、じゃあ、じゃあ、この中で、じゃあ実際にこの、じゃあ、x の n 乗に対応するのはどこになるかっていうと、n たす0は n なので、ここですね。ここの、に入っているものは、これは、x の n 乗の係数として出てくるものになります。で、ここですね。k が0で、l が n のところ、ここっていうのも、x の n 乗の係数として、たったされなくちゃいけないものになります。で、そういうものがたくさんあって、次、この上は n-1 なんですけども、k が n-1 で、l が1のところ、ここも、考えなさいません。ここに書かれている係数も、この x の n 乗の係数として出てきます、たされます。っていうのを全部書いていくと、ここのですね、逆対角っていうんですかね。アンチダイアゴナル。この部分が全部出てきて、この部分を全部足すと、xn 乗の係数が定まるんだってことが、わかります。いいですか？そうすると、これは何を足しているのかっていうと、k を、ま、この順番に動かしていくことにしましょう。k を順番に動かしていくことにして、k は0から n まで動いたときに、k のところでは、ここが何、l は何の値になってるかっていうと、次数が足したら次数 n なので、ここの部分は、n-k になります。だから、何言ってるかというと、k が k で l が n-k のときに、この、考えているところは、x の n 乗の係数として現れるということになります。だから、n choose k、n choose n-k ですね。というのが、この黄色の部分の場として出てくるということになるわけです。つまり何が言いたいかっていうと、ここに今書いた式。ここに書いた式っていうのが、ちょうど今考えたかった xn 乗の係数になるということです。だからそれがここの今知りたかったものそのものになります。つまりこれが xn 乗の係数になるということになります。いいでしょうか？で、実は、先ほどの対称性から、2号機の対称性から、この choose n-k っていうのは n choose k と表示になります。つまり、このシグマの中身は n choose k の2乗であり、等しくなるということになります。いいですか？はい。それでですね、じゃあこの等式ちょっと組み合わせて解釈をしてみましょうってことをしたいと思います。で、ここではですね、二重の数え上げを使うんだけども、公式度を使うって話をしてみたいと思います。で、そうするとですね、この右辺の方は 2n choose n なので、00から nn で至る公式度の総数っていうのを数えることになっているということになります。ですから、ここが00で、nn ですね。で、何で、この和はですね、やっぱりこれ場合分けなんですね。場合分け。だから今、この公式度を別の数え方で数えたいんですけども、この場合分けをして数えようというふうに思います。で、どういう場合分けするかっていうと、今ここにはですね、この緑色の線が引いてあるんですけども、これが重要で、なんでかっていうと、この00からですね、この nn に至る格子度を
作ると必ずこの緑色の線のどこかで交わります。どこかで交わりますし、その交わる点はちょうど1点になります。まあこの場合この黄色ですね。で、そういう、まあ、候補は、この場合、この6個あるんですけども、この6個のどこかと必ず交わり、しかも1個としか交わりません。ので、この交わる点によって場合分けするということをします。で、そうすると、今、この交わる点っていうのを、こういうふうにちょっと、この候補をこれ書いてみました。ここですね。で、この場合、この6個の場合で、場合分けすると。で、実際に、この、右辺の第傾向、つまりこの N チューズ K2 乗、っていうのは何に対応するかっていうと、00から nn を至る格子道の中で、kn-k を通るものの総数として数えられます。これ何かっていうと、まあ、この図の場合だと、kn-k なので、これが k が0。違いますね。k が5ですね、こっちの場合。k が5。k が4,3,2,1,0 とか、こんな形になってると。いうわけですね。ちょっと時間オーバーしてすみません。で、こんな形になってまして、で、それぞれがちゃんとこの n の k、n チューズ k の2乗で計算できるっていうのは、まあ、こういうふうに考えてみればわかります。例えば今、これ k が4の場合見てみると、ここに行くまでは、この格子道ってのはこの黄色の部分に収まってなくちゃいけませんと。で、その数っていうのはちょうどこの N チューズ K で数えられます。で、その後、この部分ですね。この部分に格子道収まってないといけないんだけども、その数も N チューズ K になりますと。で、それが、順番で、行われているので、積になって N チューズ K の2乗として出てくるという形になるということですね。はい。で、その和として 2N チューズ N が出てきますよというのが、まあ、二重の数え上げによる証明のアイデアになります。はい。よろしいでしょうか。ではですね、まとめとして、今日はその階乗と二項係数の話をして、簡単な加解や乗解って話と、組み合わせ的解釈を使って証明するって話を主にやってきました。格言として二つのものを紹介したので、ぜひこの視点を身につけてください。ちょっと時間がオーバーしてすみませんでした。では今日はこれで終わりにします。ありがとうございました。